岩沢忠近は、日本の内務、建設官僚、初代建設事務次官、教育者、政治家、自由民主党所属の参議院議員、樹三味君に等。1920年、日本大学教授として、日本大学高等工学校設立に参画。同大学で、長らく教弁を取った。また内務省土木局に属し、多くの道路整備、河川の改修。 維持事業に携わる。1936年着工した新京浜国道の工事事務所長として、その建設に尽力。1947年のカスリン台風による、利根川の災害復旧や荒川改修工事、戸田想定場建設などにあたる。1927年の北丹後地震による、震災復旧として、京都府由良川の堤客部に、 ドイツ成功や板を打ち込んだ強固な停滞は、岩沢の名を取って、岩沢つつみと呼ばれる。1942年内務省国土局道路課長に就任し、道路行政の中枢を掌握。敗戦後の1945年10月、内務系技術者として、初の国土局長県内務議官となり、 廃墟と化した戦災の復興と相次ぐ台風による水害の復旧にあたる。GHQ による内務省の解体に伴う建設員の設置、建設省の発足に奮闘。県岸殿一や赤井は勝美らの議官運動に担がれ、1948年に初代の建設事務次官兼建設議官に就任し、戦後の建設行政の転換期にあって事実上の指揮を取る。 歴代の事務次官は、内務省から建設省までに至るまで、すべて事務関係で占められていたが、岩沢の次官就任により初めて技術畑からの次官が誕生し、以後、建設省技術者の地位向上の端緒となった。また、渡辺正参謀本部陸軍参謀と、若松忠一陸軍次官と協議し、陸地測量部を陸軍から内務省に移管させて、 地理調査省を発足させ、こちらも初代の所長に就任。1947年初代日本道路、協会会長、1948年度木学会長、1949年初代、地盤工学会長のほか、全国地水規制同盟会連合会、日本測量協会、全国測量業協会各会長、1965年、 第13回国際道路会議日本、実行委員会委員長、日本河川協会副会長などを務めた。日本道路協会には、岩沢文庫が設けられている。1950年建設省退官後、参議院議員を3期務め、この間、国土開発受官道建設審議会委員、参議院予算委員長、建設委員長などを歴任した。行政、 政治を通じて戦後日本の建設行政の基礎づくりを行い、道路整備事業育ての親とも言われる人物である。郷里広島関係では度重なる大田川の氾濫に、大使三十数年かけて大田川の改修工事を完成させた。その功績を称え、大柴水門脇の大田川工事事務所、大柴出張所前に、岩沢の胸像が飾られている。著書に、 道路、道路の構造と舗装などがある。カテゴリー、日本の技術公務員カテゴリー、日本の技官カテゴリー、日本の国土交通機関、岩沢正史教カテゴリー、日本の国土交通官僚カテゴリー、日本の国土交通機関、岩沢忠地下。ありがとうございます。